私の誕生日ケーキ？そうだよ、お誕生日おめでとう。お兄ちゃんに教わって作ったんだ。喜んでもらえたら嬉しいな。すっごく嬉しいよ、くるみとみんなと、それにお兄ちゃんと。私の大切な人に囲まれて本当に幸せだな。みんな、改めてこれからもよろしくね。できた！どうかな、くるみ。筆使いが大胆すぎるかな。そんなことないよ、あやねちゃん。すっごく元気が出てくるような絵で、私は大好きだよ。そうね、のびのびとした描き方で見ていて気持ちいいわ。とってもあやねらしいわね。みんなよく描けてます。私のドジで台無しにしちゃいそうで不安になってきました。もしそうなってもまた書き直せばいいんだから、スズメも好きに書いちゃおう。ねえ、お兄ちゃんどうしたの？サレンディア救護員のみんなが用意してくれた私の誕生日パーティーのお片付け中だよ。え、これケーキ？どうして？私と二人きりでお祝いしたかった。お兄ちゃんってば。私を一人前のレディーとして扱ってくれてるんだね。いつもはみんなで集まって賑やかにお祝いしてるから、二人きりってなんだか大人な気分。サレンディア救護員のみんなにお誕生日おめでとうって言われるのはすっごく嬉しいけど、こうして二人きりで言われると胸の奥がなんだかあったかくなるね。ドキドキしてキューってしちゃう。なんだろう、変な気持ち。ありがとう、お兄ちゃん。ねえ、もっと甘えてもいい？今日だけはお兄ちゃんを独り占めしていっぱい遊びたいな。よろしくね。ありがとう。
よろしくね。ありがとう。よろしくね。